この動画を最後まで見て、みんなで新曲の予想をしよう。お、おアナキこんにちは、スタバンドへようこそ、レンです。はい、新曲楽しみです、ピーです。こんにちは。いや、楽しみすぎる。いや、楽しみ、マジ楽しみ。今夜、実は。そうですね。うん。11時頃。11時頃、フル尺が配信っていうことで、うん。まぁ、あ、ちょっとまだ今昼間なんやけど、うん。これが上がる頃にはみんな尺を、フル尺を聴いてると思うんやけど、まあ、間違いないね。まあ、今の時点でちょっとこう、新曲を予想してみようじゃないかと。もうリスクしかないね。今まで、いやでも。口しかない。今までこういろいろ分析を重ねてきた我々なら正解にたどり着けるんじゃないかと、うん、おお、さすが。そんなハードル上げてくる。まあ早速やっていきたいと思います。はい、はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムの新曲アナーキーの曲予想動画、早速レッツゴー。じゃあまずこの、アナーキーの予想なんやけど、うん、あのラジオで小田さんがちょっと言っちゃったんやけど、うんうん、一つにベースから始まるらしいね。お、へえ。そう。今まで、あの、コンフィデンスマン JP は、うん、結構プリテンダーとかラフターとか、あの、ギターから始まる。そう、ギターから始まる曲が多かったんやけど、うん、ベース初めてじゃん、これ。ノーダウトと、うん、プリテンダーとラフターか。うん、まあ大体、そうそうそう。まあノーダウトはちょっと違うかもしれんけど、まあプリテンダーもラフターも全部ギターから入ってるけど、うん、そうですね。今回なんと、バラザキさん、ベースからスタートっていうことで、そこがまあちょっと一つの情報と、うん、で、もう一つが、うん、作品とめちゃくちゃマッチしてるらしいね。そのコンフィデンスマンの、そうそうそう。あ、もう若干わかるわ。コンフィデンスマン、コンフィデンスマン言ってるからいつも。確かに、うん。マッチ具合で言うと、うん、ノーダウトが抜群にハマってるんですよね。そうそう、で、うん、俺今回ちょっと思ったのが、うん、あの予告編でちょっとだけ流れるやん、サビが、うんうん、これが結構ノーダウトの雰囲気をちょっと感じて、うん、そうです、そうそうそう、でちょっとそのノーダウト感も感じつつ、うん、よりその作品にマッチさせて作ってきてると思うし、うん、コンフィデンスマンって言うとあのちょっとあの詐欺師とかさ、ちょっとそういう、うん、何、悪ふざけ感かな、そうそう、と、うん、いうことで、うん、曲調の中に、うん、最近さ、クライベイビーとかさ、あ、すごい転調とか、転調、そう、うん、でサビの部分でも一瞬ちょっとなんか部分転調みたいなあったりしたやんか、うんうん、それよりももっとすごそうなこう仕掛けを一つ入れてくるんじゃないかなって予想してる。そんな具体的に予想いく、ね、そう、あのやっぱりさ、うん、この作品にコンフィデンスマン JP にマッチしてるっていうことは、うん、どっかでちょっとこう聞き手を騙してくるんじゃないかなみたいな、返しですもんね、そうそうそう、それはありそうだね。だからどっかでそういう音楽的な仕掛けをこう作ってくるんじゃないかなっていう予想もあって、うん、逆にプリテンダーとかラフターは全くそういうの入れてなかった、ね、めっちゃストレートやったよな、そういえば、確かに確かに、そう、だからカイトの言うあのどちらかというとノーダウトがすごいハマってて、うん、なんかこう分かりやすかったっていうのはすごい共感できて、ノーダウトってその、うん、プリテンダーとラフターがもちろん主題歌ではあるんだけど、うん、曲中の本編の最後に絶対流れるんですよ、ノーダウトって。あ、どの映画でも流れるんですよ。やっぱりそこでバシッと決まって、うわ、かっけーみたいになるんですよ、毎回。あ、特にあのノーダウトの最初の入りとかさ、そうそうそう、めちゃめちゃ気持ちいいやんか。気持ちいい。うんうん、じゃあ、それぐらいのインパクトある今回、奈良崎さんのベースが、やっぱりそう。そうです、ね、あ、でもそれはありそうだね。小田さんがあえてこうラジオで入りがそう言うぐらいだから、もうめっちゃ楽しみになってきた。だからベースパターンもさ、ノーダウトはさ、うん、こうシンプルながらすごいインパクトがあるって書いてもベース分析でやってきたやんか。だし今回もすごいインパクトのあるベースラインを組んできつつ、うん、すごいなんかその何音楽的な仕掛け、さっき言ったけど、うんうん、もうこう合わせてやってくるんじゃないかなっていうのがすごい楽しみで。どんなメロディー？ベースの1回、ベースの予想1回歌ってもらおう。ベースの予想やばい、1回だけ、1回だけじゃない、そこまで言うんだったらベースのメロディーの予想を1回ちょうだい。サビの言うたらワンコーラスの半分ぐらいしか流れてへんやで。でも最初がすごいあるかもしれない。スラップから入ります。おおおおん、今日の夜めっちゃ楽しい。すげえ、だってもうすぐ分かるから、ね、いや、オクラにする権利は俺にあるから、ね、いや、だからそれはね、それはね、絶対やってほしい、絶対やってほしい、それはあの二人を騙してるかもしれないから、ね、俺がコンフィデンスマンしてる可能性あるからか、逆に知ってるかもしれないしね、すでに、うん、なんか裏情報で、ちなみにだけど、うん、平成動画意外といいよ、反応いや、コメントでめっちゃ、いや、全然違いますよってもう聞いた人がさ、言ってんの書いてんのみたいなで、まあ、もう一個、うん、あのラジオで言ってたのが、うん、まだ新曲があると。おお、そう、まだ新曲とは別に、なんかあの
佐藤ちゃんが藤原さんがなんで佐藤ちゃんが友達ラジオどうしようラジオで小田さんが、うん、あの佐藤ちゃんがねみたいなこと話してたから今その調子言っちゃった藤原さんが間違えて、うん、また未発表曲のイントロを飛行機の中で流しちゃったらしくてスピーカーでへえそうそうそうっていうなんかあの面白いエピソードがあってどうやらまだそれは発表されてない新曲らしくて、はいはいはい、そうだからまだそれも、うんまあ、近々、ね、この先来年ぐらいには出るらしくて来年も新曲いっぱい出そうなんで、はい、楽しみに待ってたいと思いますはい、はい、ということで本日は以上ですはい、はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムの新曲アナーキーの予想動画でした。このチャンネルでは毎週ヒゲダンに特化した歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは、今回のコメントテーマはアナーキーの感想あまあそうだよねもう予想はできないからね上がってる時は聞いてるからみんなこれを収録した、うん、もうこの夜には、うん、なあの尺が流れるということで今日編集しないでしょさすがに今日は編集大晦日やしな見たことないそんなそんな達成みたいな今日開けたのみたいなもう見たことないから皆さん、感想ぜひよろしくお願いします。お願いします。もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。いやこの企画マジで全然意味わかんなかったけどさ、そのユニバース昔やった時に、うん、あの一瞬のユニバースのフェイクからこのユニバースの聞きどころはフェイクみたいな言って、うん、あ、はいはいはい、次の週ぐらいに上がったユニバースが死ぬほどフェイク入ってたの、うん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 、超気持ちよかったからスラップから始まったらやばい。確かにあるワンチャンスないと思うけど穴開きで終わる穴開きどういうこと